皆さんこんばんは。さあ今日は主釣っちゃおうかな。今日はよろしくお願いします。ついに釣りをします。私現実世界では一回も釣りしたことないけど、海の主、母なる海の主を釣ろうかなと、そう思いやってまいりました。一時釣るんですね。てよかわここんばんは。どうした？これが俺かな。あ、音でけえ予感すんな。ドク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 おい大丈夫か？夢か。違う、妹かなんかか。どういうこと？いや、どういうこと？いや、どういうこと？意味がわかんねえじゃん。どういう、あれなんだよ、今のは。よきゃっぱ、久しぶりのな、こんばんは。プッシュスタートボタン。海の主釣り、宝島に向かって。一体どういうゲームなのか。これ、BGM というか、音どんな感じ？いい感じかな？兄高一、年齢12歳、最初から始める。どういうことだ？気ままに釣りモード。とりあえずストーリーモードでいいかな。兄の名前。普通にいけんのかな？しっかり、しっかり感じなんじゃ。あ、音 OK、ありがとう。こんばんは。急に釣り始めたの。急に始めました。漢字のレパートリー少なすぎるでしょう。キャップ、どうも皆さんこんばんは。私の名前はキャプテンニートダイムと言います。気軽にキャップって呼んでください。オッケー。妹の名前、サチコ。なんだこのゲームは。今日の宴で何かあったんですか？いや、何もありません。サチコはいつになったら元気になるんだろう。あ、病気がちなのかな、妹が。古風だね。すまんな、うちがもう少し裕福なら大きな病院に入院させてやれるんじゃが。おじいさん、数日後。展開早。打ち切りか？どうしたんじゃ、そんなに慌てて。今日の、何とかのギア、何が出たの？もう、天皇関係は NG です。やった、エチチのアトリエじゃないか、久しぶりに見れるぞ。エチチのアトリエでも見ろよ。さっきニュースで川の氾濫がどうのこうのって言ったけど大丈夫なの？ああ、それは大丈夫だと思う。じいちゃん、あったよ。幸子の病気を治す方法が。なんじゃと、一体どんな方法じゃ。どんな願いでも叶えてくれる魚っていうのがいるらしいんだ。キャップや、そんな都合のいい話を信用してはいかんぞ。本当なんだよ。これ12歳だからね。え、父の後でやめちゃったのか。打ち切りにしようかどうか迷ってます。あ、後でやるかもだから見てなかったの。誰ですか？どうもキャップです。実際にその魚を釣り上げて金持ちになった人もいるってさ。俺行ってくるよ。行くってどこへじゃ。その魚を釣りにだよ。いかん、お前はまだ小学生なんじゃぞ。よし、絶対釣り上げてやる。
打ち切り候補です。いかんといておるじゃろ。じゃ行ってきます。12歳の行動力。兄ちゃんがお前の病気を治してやるからな。キャップや、気をつけるんですよ。絡みつくものスマホでできるって本当ですか？そう、今歌われるもの3部作がスマホで無料でできるんで、ぜひやってみてください。DLC まで行ったら打ち切り考え中とか、裏で普通にやろうかなって思って。それもこんな行動力あればいいのにね。その日その日に。こんばんは。それとこれを持っておゆき。打ち切り候補9500円プラス DLC。 ようこそ、こんばんは。まあ、裏でちゃんとやるから。3部作全部無料だよ。あ、配信でやるのはあれかなと思って。あ、歌われるもの2人の白鸚アニメ制作中なの、超嬉しいわ。ありがとうばあちゃん。じゃ行ってきます。モンハンは、モンハンは裏でめちゃくちゃやってます今。キャップは言い出したら止まらんからの。そうですね。そういえばいつ弁当を用意したんじゃ。細かいことを気にしてはいけませんよ。なんだそれ、畳みかけるもの。さてと、裏でやるかには動画やるのかな。ラージャンソロしてない、友達とやった。とりあえずあの魚がどこにいるのか調べねえとな。ちゃんと動けるわ。キャッパー釣りを始めた。皆さん、世界初のおか釣りです。これが、これがおか釣りです。どこで。まあ12歳だからな。12歳だから、こういう、もしかしたら間違えて陸で釣りしちゃうかもしんないから。どうしたの。おい、どうすりゃいいの。移動でいいのかな。釣りをやめた。よしよしよし、あぶねえ。願いを叶えてくれる魚。幻想水濠ではまたやります。打ち切ると聞いてきました。まだ決めてないけどね。どうしようかなと思って。おかずちょっとやめてくださいよ。やばい、12歳。海の主のことか。おじさん、なんか知ってんの。俺は詳しいことは知らないんだ。お、そうだ、俺は磯場にいるじいさんにその話を聞いたのさ。主について知りたいならじいさんを訪ねてみるといい。師匠的な存在かな。ありがとう、早速磯場に行ってみる。磯場で会ってんの。エチシ見て、なんか打ち切りでもいいぞ。どちょっと、なんなん、バツボタン押すと釣り始めちゃう。黒鯛釣り大会が開催中です。やろうぜ。100円必要、優勝賞金は1000円です。100円持ってる。よし、黒鯛釣ろうぜ。黒鯛。ソーリーガン虫、何をしてるんだい。トコブシを見つけた。意味が分かんない。勝手に進まないでください。勝手に泳ぐんだけど。サザエ見つけた。オートパイロット状態なんだけど。あ、一応ちゃんと動けんのか。俺釣りしたことねえんだよ。ちょ、クロダイ大会やってるから今俺、泳いでる場合じゃない。おい、キャップ、近々ミステリー系やってくれよ。なんかいいのあれば。素潜り、服着ながら。ちょっと待って、釣りさせてな。これはお金0円なんだが、なんか投げるみたいのないの。泳ぐと HP 減る、意味がわからない。そうなの。いや、神ゲーの予感。これどうやって投げんの。HP 減ってる。あ、体力がある。え、減ってる。俺さっきどんくらいあった。俺はライザの服に釣り針引っ掛けて服だけ引っ張って、いやー、エッチで出身が見たいのはコツありません。体力半分以下になってる。マジかよ。
どういう子、100から47、めちゃめちゃ体力減ってんじゃん。これどうやって釣んの？あ、長押し？あ、いった！あ、魚見えんね。動物の森形式？あ、わかった、もうわかった。ねえ、待って、ペンペンペーンみたいになったら持ち上げればいいの。さっき体力100だったんだ、やべえな。はいや、はいや、なんだでかえ、どうすんの、どうすんの。あ、あー、取られたおい、いいだろ、終われよ、俺に引っ張らせんなよ。クロマグロ？とんでもねえのがいたな。びっくりした。すげえリアルだったね、魚の顔。おもろ。餌取られるんだけど餌取られるんだけど、おもろ、このゲーム。で、操作がわかんねえぞ。12歳でクロマグロ。来た！来た！来てないの？餌取られた！むずっ！わこつ、海の方か。そうそう、海の主釣りっていうのやってる。魚が暴れない。来た！来た！あ、なにこれ？あ、待って待って。こう、暴れてるときは引かない。暴れてるときは多分引かない方がいい。よしよしよし。こうやってちょっと向こうに暴れてるときは、多分線を。なんか他に操作ねえのか。こうテンションが張っちゃうと糸切れちゃうから。糸切れないように。うまいこと。よし、うまいうまいうまい。なんかわかんないけど、これで合ってんのかな。そう、12歳でクロマグロ釣れた一攫千金よ。やった、ハゼの、なんか若魚、若魚。若魚。DS の顔の薄いだけは超絶クソゲーだから気をつけろ。そうなの？大きさ8センチ。よし、経験値ゲット。でも、なんだっけ、クロダイ、だよね。リリースとかできんの？クロダイを釣らないといけないんだけど、めっちゃおもろい、正直。体力どんどん減ってんかな？これ釣り RPG です。若魚は魚影減るから逃がした方がいい。なんでみんな知ってんの？てか逃がすなんてあった？魚逃げる、魚止まる、引き寄せる、暴れる直前で離すっていう単性バトルの。あ、やっぱそうか。糸のテンションに気をつけてってことだよな。食いつき割る。食いつき割る。あ、ちゃんと移動させることができる。舌を押せばリリースできる。あ、引っかかってんじゃん。どうしよう。ね、壁に引っかかる。あ、よしよしよし。キャップの生放送みたいに食いつきありね、やかましいよ。あれ、さっきまでいっぱいいたのに。ほら、ほら。あれ？ちょっと待ってな。そっか、スタミナが少ないからあんまり、飛ばねえな。クロダイ釣り大会だよね。いつまでなの？時間は。来た！何これ。むず。体力どうやって回復すんだよ、そもそも。
そう、体力ないからあんま飛ばねえよな、これな。ここでやんない方がいいんじゃない？やべ、集中力とかもあるわ。RPG で宿に決まってるでしょ。宿があんのか。ここでさ、食いつくまで待てばいい。ぼーっとしてりゃいいのこれ。お、あいつ来そうだね。左下の、来い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 。こうやって糸巻いてうまいことやったりすんのかな。来た。あ、来てない。餌取られちゃった。むず。こんばんは。いちいち世界観変わりましたね。変わっただろ。クロマグロ欲しい。ちくしょう、悔しい。キャップオーツ、ライザちゃんクソみたいなぐらいになってるから大丈夫、大丈夫です。お、来るぞ。ペンペンしてたらどうすんの。おい、ペンペンしたらいつ引っ張っていいの。これに合ったか分かんないけど、ルアーズなら引いたりする。ああ、そうなんだ。ペンペンすんだけど。おい、こいつはお前ら、ペンペンペン。あ、餌が違うから食いつかないんだ。クロマグロってさっきエビだったよね、餌。いや、来た。あ、なにこいつ。あ、クロダイっぽい、クロダイっぽい。こいつこいつ。ああ、で引っ張って、よしよし、疲れてる疲れてる。で、暴れるから、ほっといて。で、疲れてる、疲れてる。引っ張って、引っ張って。これ、ハード何かな？一応 PSP かな？もしかして。よし、うまい、うまい、うまい。バッテリーが終わる。あー、早い！あー、持ってかれちゃうよ！今だ。頑張れ、頑張れ。おめえ、黒大つって優勝すんだろ。かー。あー、あー、あー、元気がいいね。持っていかれた。うわ、くそ。そう、充電しねえと。こんばんは。こっち向いて、あっち向き始めたらほっといて。ねえ、どんだけ向こう行くの。頑張れ、頑張れ。やべえ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 。すげえ。もう早く網網網くれ。やべえやべえやべえ。早く網くれ、網くれ。ねえ、行き過ぎじゃん。もう魚も必死だね。命をかけて。おめえ食ってやっかな、俺が。スイーが受ける。キャップが防衛軍しながら買っちゃった。やった。これ若いようだけどダメなのかな。今どのあたり泳いだの、わかんねえ。27センチ。あ、リリースしたけど、これ商品にはなりますか。これどうなのかな。一応見てくれた。ならんの。いや、でもな、若い身を摘み取っちゃいけねえもんな。いや、若魚だったから逃がした。今の記録とか見れんの。かわいそうじゃん。俺この世界を愛してるからさ、母なる海を。オキアミだ、オキアミ。主を釣るために稚魚とかリリース基本なんだ。そう、若魚であれだけ苦労したからね。
いや、黒マグロ欲しすぎる。さっきのあれ欲しい。もう魚影がないけど。来い、来い。バツだっけ？ボタン忘れたわ。来た！うわぁ、餌取られたかも。マグロ負けイベなの？海愛してるのは罪のない魚に釣り場に飲ませて無理やり抜くのやめない？そこは目つぶるわけよ。お前ら来いよ。好きだろ、オキアミ。手前の魚素手で取れない。取れるね。その距離なら素手で取れるね。釣り返しはタイミングゲーじゃないぞ、ぼーっとしてる。そうなの？くる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 ってなったらもう適当にバツ押せばいけるんだ。これ始めたばっかり。ストーリー何にも進めてません。最初からクライマックス。銭湯も早く見たいんだが。これ着な。来ないなぁ。リアルの釣りもこんな感じで結構さ待ったりするんでしょ。俺やってみてんだよな釣りな。なんかでけえ魚釣っちゃったらめちゃめちゃハマりそう。でもちっこい魚しか釣れなかったらもう全然もう嫌だなみたいな、そういう感じでしょ多分。スマブラ動画で釣りしていいよ。不本意なんであの釣りは。これ何もない時間もこの船の汽笛っていうの、船の汽笛やら波の音、そしてカモメの鳴き声に耳を澄まして、全然、おい、黒鯛来いよ。わ、ダメだって。来てくれよ。あっちの右側沿いで行こうか。前釣り配信見たけど6時間で1匹だって。マジでえぐいねそれ。釣りってせっかちの方がいいらしいから。え、せっかちの方がいいの？悪いイメージだけど。来た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 。よし、クロダイだ。ああ、よしよし、いいよ。めっちゃコントロールだ。すげえブルブルす。釣りっぽい、釣りっぽい。クククククククって音がする、ちゃんと。リール巻いてるみたいな音する。ああ！ああ！なんで？なんで？やだー！これちょっと。よしよしよし、危ねえ。あ、かからないとポイント変えた方がいいんだ。ポイント変えると釣れるんだ。クロダイ美味しいんかな。え、やばいやばい。 SE これがいいんじゃん。1個出てる。なんでなんで。え、よくわかんねえ。ちゃんと糸がシャーってなった時にやってんだけどな。嫌がる。これ大物だぞみんな。本当の釣りも魚がかかると海の中見えるの。そうだよ、視点変わるよ。あとちょっと、あとちょっと、あべ、あはははは、長えなおい。ちょっと持ってくな持ってくな。こいつそのまま来い、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 来い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 、よし
やった結構大変だった。33センチどう？すげえ、コントローラーの振動がマジで魚持ってるみたいなのに、ちょっと聞いて。テーブルに置けば多分音鳴るっしょ。あ、ごめん、全然音出なかった、ごめん。グググググ。よし、どう？そう、若魚じゃないからさ。33センチ、俺のあれ並みやな。計測してください。優勝は他の方です。なんで一回で決めんだよ。はぁ、あ、おいおい、時間内に何匹も釣っていいんじゃないの？幸子の病気はナスを探さないの。これ100円無駄にしちゃドブに捨てちまった。腹立つ。はいや、なんかもう、海の主釣りたいんだけど。なんつってた？知ってる？そこの家のおじいさんは金好きの名人なのよ。こんにちは。ふふふ、わしはカヌー作りの名人じゃ。カヌーが欲しいな、アジサミキと交換じゃ。はい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 、大体読めてきましたよ。このゲームが。ナオンでしょ。安いね、アジ3匹。ここはアジの釣り堀だよ。おい、やろうぜ。あれ？お、釣り堀入った。料金は5分間釣るで100円だ。釣れた味は魚屋の半額で買い取るよ。お金が足らないけれどすいませんでした。狭いと思ったら中入ったら結構でかかったね。大物を釣るためには船を借りないとダメだな。あ、船とか借りないとダメなんだな。何を釣りたいんだい？なんつってたっけ？おじいちゃんに話しかけろとか言ってたんだよな。お金稼ぐには魚釣って売らないといけないぞ。クソ大変じゃん。あ、いっぱい魚いんね、種類。じゃ、走るのってどうやってやるんだろう。バツボタンで走ろうとしちゃうからすぐ釣りしちゃう、丘で。ランニングシューズとか売ってねえのかな。これ下水捨ててないか、海に。そんなとこで釣りしてていいの？走るのないの？キャップ43気持ち悪いから16対9に変えて。え、これ変えられるのかな。いや、16対9だよこれ。さっきの黒鯛、あ、売れるのかな、魚屋で。そこら辺の釣り人からぶん取ろうぜ。怖。武蔵小杉こんな感じなの。釣れてるじゃねえか。お、いいじゃん。いや、昔のゲームだからねこれ。磯網の中と魚の全部で29円。どうなのこれ、全部売るか。食べたりしてうまいこと体力回復とかできねえかな。22円、値段安い。右にいた猫でかくね。看板じゃねえのあれ。安いかな。優子、陸から水が流れ込むポイントは魚が集まる場所だぜ。あー、でも臭そう、魚。確かにね、集まりそうっちゃ集まりそうだけど。猫でけえな。磯場のおじいさんって誰？あの人かな。猫。下がった集中力は。宿屋に泊まるか、目薬を使って回復するにゃ。めちゃめちゃ喋るじゃん。大きくなったら父ちゃんのような乳児になるんだ。小学生だから足元見られてんのこれ。味は簡単に釣れるし美味しいよ。俺、小型船舶免許持ってるけど運転しようか。お願いしたい、マジで。喋った。魚キャップと同じ匂いですよ。臭っ。臭っ、それ。こんにちは、おじいさん。
男の子じゃねえか。ごめんな。ねえねえ、70歳ぐらいかと思った。え、なんだって。ヘッドライトを使うと夜になって夜行性の魚がよく釣れる。どういうこと？魔法の道具かなんかなの？ヘッドライト。アジ食べたいね。俺魚あんまり好きじゃないけど。初対基準に厳しい。ちょ、磯場のおじいちゃんってどれ？掲示板。ああ、これか。俺のマグロ何センチだった？うわ、惜しいじゃん。もしかして骨取るの面倒とか。そうだよ、これ単発企画でちょうどいい感じじゃない？いや、やりよクリアはね。まあなんかやるのなかったらやるみたいな。なお、脱の直撃を受けるもの。え、船の上で。惜しいじゃん。4センチ、4センチ差。33センチだから9センチ差か。でもそんな変じゃない、変っていうか遠くないよね。キャップの違和感。ちょ、磯場ってどこ？単発最初。まあ単発というかやることなければやろうかな。磯場ってどこ？あっちの方行けんのかな。算数もできなくなってしまったのか。磯場ないけど積んだ。みんな。みんな積んだ。平磯ガニに出会いました。だから何、どうする。どうする。無視する。アイス何考え。殴る。殴ります。どういうことなの。ボコボコにしてやった。カニ味噌撒き散らしてやりました。カニ味噌。あのイベント多分優しくしてたら後でいいことあったんじゃないの、もしかしたら。若魚逃がしてやると大きくなって帰ってくるに。あ、マジか。悪いことしたな。一匹目。沿岸までしか出られないので、たくさん利用してくれたら外洋に行けるくらいの大きな船を買うんだけどな。あー、いっぱいいるんか。ダメダメ、救命胴衣がなくちゃ船から落ちたら大変だぞ。しっかりしてんな、おい。岩ゴロゴロのあたりから左に行けたりしないの？左？カニ道楽に怒られず、スポンサーやの全然関係ありません。スポンサーになってください。あー、こっち行けんのかな。あ、マップ移動はないわ。でも磯場ってこういうとこじゃないの？磯場積んだんだけど、なんでこのゲームで積まないといけないの俺。こっち行けないのかな。あ、行けたわ。え、うわ、イルカでか。船ぐらいの大きさじゃん。やっと。見てこのフォーム、自分でも惚れ惚れしちゃうよ。これも打ち切り。この辺の海岸には白木さん石持ちがたくさんいるの。なんだ石持ちって、聞いたことねえな。アジサシに出会いました。機嫌が悪いようです。なんかあげる。サザエあげよう。アジサシは喜んで立ち去りました。仲良し度2アップ。お、いいんじゃないの。海の主さ、知らんな。イルカめちゃめちゃでかかったな。イルカおるやんか、かわいいのが。え、白なんだっけ、俺なんつってた、白刺しみたいなのが。耳石が大きいっすよ。何耳石って。かわいいのおるやん。あれ怪我してるの。しまった、人間に見つかってしまった。めちゃめちゃ喋るじゃん。動いちゃダメ、今薬を持ってきてあげるから。すいません、サメに襲われてしまって。喋った。人に助けてもらえるなんて
イルカって喋るんだ。ずいぶん言葉を知ってるね。捕まえて見せ物にしようか。薬なんてどこで買えんの？女の子のお友達が欲しいな。それじゃあ僕の妹の病気が治ったら友達になってあげてよ。うん、いいよ。ほのぼの、何を釣りたいんだい？石持ち、姿見ねえとわかんねえな。冷たくしたらイルカ攻めてきそう。磯場に行くのは磯旅が必要だよ、くれよ。え、でも普通に俺歩いてるけど。痛い、このままじゃ磯場に行けないよ。え、磯旅買わないといけないんだ。治らなくてもあの世に送って友達になってもらう。そうしよう。磯旅ってことは魚、あー、地刺し、さっきのやつだよな。おむすびとかあるわ。床節あげる。仲良しになろうぜ。さっきこの辺でイルカがサメに追いかけられているのを見たよ。こんな浅瀬にいいんだな。この辺から海に落ちると危険だよ。え、やばいの？まあ、12歳だしな。またお前かっつって。哺乳類喋るの当たり前だよ、この世界は。お前さ、先回りしてねえか。先回りしてるよな。サメいたら大事件、大事件だよ。哺乳類だけじゃねえ。いろいろ喋るな。なんか薬中が作ったみたいなゲームだ。謝れ。意外とおもろいぞ。アジサシは針を奪おうとして失敗しようぜ。はぁ？次やったらぶん殴ってやろう。なんかよくわかんないけど、ぶん殴ってやろう。殴る。てか、磯なんとかを買わないといけないんだけど。磯なんとか。釣り屋さんに行ってみるか。道具かな。あ、すげえあんじゃん。浮きとか針とかルアー、疑似針もあるし、竿も変えられるし、いいな。魚も喋り出したらかわいそうになっちゃうね。遠くで飛んでんのイルカじゃなくてカジキじゃね。カジキか、もしかして。いつ世界を救いに旅立つの？いつかな。こませ一杯。磯旅欲しい。100円か。いや、普通だったらさっきの大会出ないで磯旅買っていくんだろうな。しまったな。だとしたらここで稼がないといけない。なんでいきなり稼がないといけないの？じゃあこのおじいさんに習ってさ、小手釣りしてみようか。29円しかねえから今。餌もなくなっちゃうよ。やべ、スタミナなくてそこまで投げられないのか、もしかして。どうすんだこれ。そこまで投げられねえんだこいつ。弁当食って回復するか。時代設定が昔なのかもしれない。ミミズ投げ。おばあちゃんの日の丸弁当食べようか。うんま、うんま。よしよし、これでいいでしょう。基本魚釣って稼いで釣り道具買って次の場所行け。だからいいね、シンプルでいいね。もうギリギリいったな。さあ来い。いや、なかなか食いつかないんだよね。来い来い来い、来た。なんで？いや、なんで、何が悪いのかな、取られちゃう時って。
どういうことだろう。運なのか？来い来い来い、お前。早すぎるとか遅いとかそういうのあんのかな？あ、あの下のやつ行こうか。よし、来た。左から来てる。来た！よし、来た！石台来た、また。お前いくつだ？頼む頼む頼む。よし、だいぶ慣れてきてる。上手じゃない？リアルでしょ。魚めっちゃリアルでいいんだよな、このゲーム。リアルの方がおもろいっしょ。さっきの黒台見してやりてえわ。やばいやばいやばい。騙されるな、フェイント仕掛けてくるから。おい、黒マグロ、来てくれよな。反射神経を求められる。来い来い。ギャー、ギリギリで、うわー、焦ったな。でも喋るんだろう。やばいやばいやばい。持ってかれる。落ち着け落ち着け。行かないで。来い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 。よし。いくつ？37センチ。でもこれでも優勝できないか。よし。これ20円くらいだよね、多分。めっちゃ逃げてった。直撃させちゃダメなんだな。動物の森もそうだもんな。石台しか釣れねえな。来い来い、お前ほら好きだろ。猫でかくない？でかいよ。いや、大会出てない。大会出れないしないか？釣り竿がゼルダの剣見て。は、来い来い来い。見たことねえやつが欲しいな。なかなか難しいな。ちょ、お前来い。来た！え、なんでだろう。取られる。ね、餌なくなったら罪じゃねえか。瞬発的に押さねえとダメなのかな。来た！なんでだ？ちょっと貴重な餌を取らないでよ。食え食え。なんで食わないの。体で支払うしかねえ餌代を。来た！なんでだ？ね、やばい、全部取られる。え、なんで誰か分かる人いないの。餌は浅瀬で金網使えば餌取る。え、そんなのあんのかな。ちょっと、え、どうして？ね、どんどん取られちゃう。ちゃんと食いついたらなの。暴れたらあれなんだけどな。キャップ実際に釣りするのしたことねえんだよ。釣りしたいんだよ俺。ちょっと時間置いてみる？瞬発的にいつも投げ、罰押しちゃってるから、食いついたら。俺昔は魚だったけど頭悪い人に釣れたくなかったよ。転生者オツ。わぁ、いなくなる。いや、難しい。餌ばっか取られちゃう。シーマンかな。餌ばっか取られちゃうよ。そして誰もいなくなった。
ふざけんなよ、ちょっと場所は見向きもされない。ポイント変えるか。磯場行こうぜ、磯場。楽しくなってまいりました。こっちの磯も、磯が激しいよな。波激しい。ここら辺いいの、いいんじゃねえの。網使えんの、網。ちょっと待って、これ一匹釣ったら網やろう。え、魚魚影ないけど。釣れますか、ここ。磯網、これ?あ、違うわ。磯網は多分ね、何を釣ったかっていうやつだ、これ。容量10。何を釣ったかっていうやつだな。魚影がない、魚影。じゃあかもしれわ。ここ魚いないみたいだ。多分。あ、いっぺんいんじゃん。なんでそっち行っちゃうの。じゃあっち行こう、あっち行こう。サザエを見つけた。いけいけ、お前。やべえ、上がれねえ。騙された、クソが。57、まあいいでしょう。晩作尽きた。56、一瞬で減るじゃん。体力一瞬で減るじゃん。ちくしょう、待て待て待て。三毛猫に出会いました。かわいい。ちょっと猫娘感あるじゃん。かわいいじゃん。釣った魚あげらんねえな。どうしよう、サザエとか食べるかな。殴っちゃダメ。殴るすると多分好感度下がると思う。よしよしよし。さっきカニは殴ってカニ味噌撒き散らしました。戦う。そう、100円稼ぐのって大変なんだな、みんなな。感謝。いっぺんいいじゃん、ほら。なんで左に流されんの。来い来い来い。全然じゃん、全然じゃん。おいしょ。クリショーを見れば稼ぐの大変だ。分かるぞ。大変だ、マジで。来い、お前、お前どうだ、おいしいぞ。オキアミ好きだろ。ほら、オキアミ好きだろ。あー、待って、ほら、お前の好きなオキアミだぞ。ほらほら食え、ほら食え。オキアミってエビなの、どうなんだろう。来た、よっしゃ。なんだこいつ、アジか。結構でかくない。弱っ、アジだ。弱っ。けどいいんじゃない、いいんじゃない。やべ、あと4匹しか釣れない。なけなしの。アジは釣りやすくて美味しいみたいなこと言ってたな。料理できねえのかな。料理できたら神ゲー。ほら食え。アジ食べたいね。食べられた。
どうしてなの？どうしてなの？どういうことなの？リアルで女釣るためにゲームで練習するって本当ですか？こんばんは。本当です。こんばんは。ハゼの天ぷらとか美味しい？高級そう。錬金釜にぶち込めばいける？あっという間にもうダメになっちゃった。食いつけ。こっちだな。ここら辺でやって、よし、いいね、いっぱいね。あ、ちょっとあのコントローラーブルって震えたんだよな今。アジめっちゃ楽だぞ。やべ、いや、寄せ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 めっちゃ持ってかれる。え、楽だわあ、若魚だ。仕方ねえやつだな。少し疲れたな。どうしたの？集中力か。集中力どうすりゃいいんだっけ。目薬か、目薬か宿やってたな。え、ラストなんだけど、餌が。とりあえず3匹用意しろよ。リアルでも食い逃がされるんですね。タバコ吸えば集中力増すの？逆じゃねえの？血管細くなって。ちょ、ここじゃねえな。こっちに移動して、うわっ、右めっちゃいいんじゃん。じゃあチンしよう。タバコ吸わないと集中できないタバコ吸ったことありません。うわ、いっぱいいる。お前ら食え。ラストだかんなこれ。わかった。くるくるくるってなってからポチャンってなるんだ。お、なんか新しい魚。やべ、すげえ持ってく。え、でも弱いな、珍しいけど。あ、やばい。うわ、やばい。いつ引いていいかわかんねえ。結構強い。ピクピク。やべ、こいつやべえ、強え。こいつフェイント、ザー、どうする？あ、ピクピク。やだ、どうしよう、みんな。かぁ！ここ！いつひ、こいつ、ピクピクして、騙してくる。やばい。お、ピクピクさせてくる。やべ、強え、こいつ。こいつやべえ、強え。やばい、どうするみんな。今し、エロい。俺のスケベ子。ほら、ちょっと、どうする。ああ、やべえ。ほら、紐、うわ、逃げられちゃう。逃げられちゃう。ここ。やばい、やばい。おい、いつ引っ張ん？お前ずっと泳いでんじゃん！無限の体力、マラソン選手だ。海のマラソン選手、紐投げ、うわぁ、くそぅ！つぇぇ！こいつ、つぇぇ。これでチガだったらもう無理だ。ワコキャップ、こんばんは。砂浜で餌拾えねえのかな？餌がなくなっても得意の素潜りがあるじゃん。素潜りじゃ取れねえんだよ。ウミタナゴ、
タナゴって弱っちいやつじゃねえの。餌なくなった俺これで100円来いちゃんと釣り込んでやってるんだろうな。釣り込んあるんですか。このうわ強かったわ。そう、逃げられても自分で巻かないといけないんだよ。鬼畜でしょ。50円100円に足りませんでもどうすんの。100円に足りないし釣りもできないしどうすんの。終わったんじゃねえのこれ。それでもとりあえず休もうか。右の店ってどれだ。積んだのこれ。嘘でしょ。まず忘れよう全部。バイトとかあんのかな。あ、ここはね釣り具屋さんなんだよね。そう、家があるの。あ、ここで餌買って100円になるまで頑張ろう。あ、安いし、ほらスイカ、カブトムシでも取んの。青のり、5階をこれ2つかな。え、5階俺いくつ買ったの。あ、すげえ、10円で9個になったわ。安っ。え、1個で9になんの。安っ。スイカの皮は結構釣れるぞ。なんで。え、5円なら安いしさ。いっぱい買おう。アサリは10円ダメです。練り餌。あ、磯目。始まったな。ミミズなんてその辺で穴掘って取ってこいよ。そんなに取れないでしょミミズ。こいつさ、それは残念だな。買わないとテンション上がるなこいつな。あれいけない。こんにちは。釣りに行きたいな。行け。ねえ、私が釣りに行ってもこの店は大丈夫だよね。釣りに行ってもいいかな。いいんじゃない。ありがとう。早速試着して釣りに行くよ。12歳の子供に委ねるな選択を。スイカの隣のエビみたいなやつあった？買ってみる？シャコこれでこの店潰れたらどうしようか。さあさあやってまいりましたよ。餌を携えてどうしようかな。シャコいっちゃう？でけえの来んじゃねえの？あら食いつかないと。プリップリのシャコだよ。俺食べたことねえけど。プリップリンだよ。ブリンブリンだよ。全然食べないじゃん。車庫入れたくさんに関係ねえだろ。そもそも運転できないし俺。ちょ、お前どうだ、うめえぞ。ダメだ、うめえぞ。ブリンブリンの車庫だよ。
つ。なんでだよお前ら。シャコ食うのは結構でかいやつかな。まあそうだよな。餌変えようか。なんか練り餌とかにしとく。え、シャコ減ってんだけど、なんで。シャコ減ったんだけど、なんでですかね。自分で食べちゃったのかな、キャップくんは。付け替えたらダメなの？保存しとけばいいじゃん。海水ついたからダメなの？ちょっと塩味になったくらいいいじゃん。ちょっと移動しよう。そうか、救命胴衣も欲しいし、このアジの養殖漁業のとこも。三毛猫にっこり笑って立ち去りました。いるじゃんいるじゃん、そこに。どう？ダメだな。ここら辺のやつ食いつかねえのかな。おい、どおい、金稼げ。なんで序盤で積んでんだよ。サヨリとかどう？サヨリってあの長細いやつやな。ハリーサヨリを使う、なんだそれ。最初だからしょぼい餌でいいのか。シャコは沖合のでかいやつ用か。ヒラメ欲しい。船泳がせざおに重りと胴付き仕掛けを使って餌はアジやサバなど。あったそれ、やること多すぎ。磯沢に太刀浮きをつけてハリーはグレを使わんな。知らねえよ。いや知らねえよ、女の何を喋ってんの。あ、カモメどうしたん。挨拶でもしとく。カモメに襲われそうになりましたが、三毛猫が助けてくれました。危ねえ、三毛猫の仲良し度あげといてよかったな。なんだそのイベントは。日本語で頼むわマジで。食べて、うちの。序盤磯目やら誤解やらの方がいいかな。餌が違うと食いつかねえみたいだから。状態以上の混乱状態に陥ってます今。ちょ、餌変えようか。もうもったいねえけど、しゃあねえよな。誤解にしとこうか。もうせっかく買ったのに。まあ安いからいっか。どうよ、うちの。来た！うまい！あ、さっきのだ！さっきの、なあ、熱い！ほら、ピクピクしすぎてんだよ。わかった。でも、タイミングなんとなくわかったかも。ピヨン、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 スー。お、いけるいけるいける。リズムリズム。ピヨン、スー。いけたいけた。なんでわかる今日なんだよ。海タナゴ。わこっつアトリエからの振り幅がすごいですね。すごいでしょ。よっしゃ、いけた。でもまあ返すか。なんかピヨーンピヨンスピヨーンピヨンス、そのピヨーンの後に一回休みがあるから、スそこで引く。いやピヨンスでいけるよ今回ばかりは。
ちょ、若タナゴ、海タナゴのでっけえやつ釣ろうぜ。ピヨン数からで。いけんよ。あいつはもう攻略したも同然。逃げられた。ほら食え。ああ早く押しすぎた。魚荒ぶるじゃん。その後にその浮きが沈むのね。そしたら押すみたい。なかなかそれができねえんだよな。こっち向け、こっち向け。むずマジで。あいつを狙う。その岩と同化してるやつ。さあ来い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 。いっぱいいる、ここら辺いっぱいいる。あー早く追いすぎた。我慢ができない男我慢ができない男。よし来た。ワコキャップこんばんは。来た。黒ダイ黒ダイ黒ダイ。黒ダイは結構楽なんだよね、割と素直。ただ重いね。割と休んだら引っ張っていいみたいな。早漏です。あと3日で前話したホールアウトのスタッフがつく神ゲー出る。あ、もうそんな時期か。あ、やばいやばいやばい。結構ね休んでくれるから本当引きやすいんだよね。ぴょんぴょんした後にちゃんとこのクロダイの優雅な泳ぎを見た後に、待って、どこまで行くの？ちゃんと引けばいいと。よしよしよし。あれ？ジャジャウマかな？おい、ジャジャウマっ子になってるよ？どうした？反抗期か？家出したいお年頃か？ああ、もうちょっと。あーっと、ごめん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 、許して、許して。失敗するとめちゃめちゃ下に行くんだよな。これ、グラフィックいいよね。割と。36か。まあ、ここら辺なのかな？ちょっと場所変えようか。こっちの方にしてみる。そう、女性との駆け引きのよう。磯目にしようかな今回は。あ、向こうの方にいんな。ちょ、海タナゴ来いよ。海タナゴ俺がぶっ飛ばしちゃうから。来た。あら、あ、アジか。なんだこいつ、なんだこいつ。ブリか。ブリだ。これ多分ブリだよな、グラフィック的に。絶対ちげえ。アジじゃねえか。女性を釣ったことないキャップが釣れるわけがない。釣れるわ。俺にだって釣れるわい。アジは磯目がいいのかな。なんで知ったかしさん。ブリ黄色い線入ってんじゃん。あれかなと思ったんだけど。味を占めてます。サドンデスで絶対勝てる方を見つけたって言って釣ってたもんな。いじめないでください、俺のこと。そういう風に。さあ来い来い来い。
多分このルアーというか紐が短いんだよな、多分な。あー、そこら辺いいじゃん。おいでおいで、おいしいよ、うちの磯目はおいしいよ。食べるため、おいしいよ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 。あ、来い来い、来た、よしよしよし。そう、カヌー交換。あ、カサゴじゃない、カサゴ。こいつは弱いっしょ、カサゴ。もうすすいのすいよ。もっと簡単に釣れると思うんだけど、カサゴなら。あら、どうした？味噌汁に入れるとうまいの？でも毒あるよね、カサゴって確か。トゲのところに。結構粘るな、こいつ。おい、おい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 、釣れねえなんてことはねえよな、カサゴごときが小物がよ。うわ、やばい小物がおとなしく釣られい、暴れるな。うわこのこのさ、この針がもう虚しいのよこれ自分で引っ張らないといけない、逃げられた後持ってかれたんだけど餌なんでだよマジで面白え面白え。おごれるものは久しからず。みんな教訓にしてな釣りへのテンションじゃねえ、これよ釣りは。魂かけてんのよ俺は。リアルに釣りしてえな、ずっとしたいとは思ってんだけどね。おいでおいで、カサゴおいで、もう本当に許して。え、でかい！あ、止まっちゃった。ね、これでかい、これ。みんな見える？こいつでかい。魚影が。ライザーよりバカ騒ぎしてる。こいつでかい。エイだ。エイ。でかいよね。でかいよね。ほら、尻尾の動きがもう違う。もう、うね、うね、うね。ちょっと大きめな、あ、どうしようどうしよう。え、エイかな。ちょっとこれ以上、あはり向こう行かねえんだよな。向いてくんねえかな。ちょっと餌変えてみる？あ、どうしよう。テトラポットに引っかかって。取れない、取れない。済みました。バイオハザーに出てくる美人のこと、それエイダだよ、エイダ。はい、いけるいける、見ろ。あ、メニュー開くのか。あ、四角で戻れるわ。ちょっと餌変えてみる。シャコにしようぜ。大盤振る舞いよ。全然関係ないやつが。よし、よしよしよし、見ろ見ろ見ろ。あー、触った。シャコに触ったけど違うみたい。ちょっと変えてみようぜ。いろいろ試そう。練り餌とかにしよう。ちょっとこれは、価値ある。試す価値ある。え、どこ行った？おっきいの。あ、いなくなっちゃったかも。
わ、いなくなっちゃった、みんな、でかいやつ。うわ、悔しい。やってもた。てか、こんなもんでいいんじゃない？ 100 円いくんじゃないの？あの魚影マジで気になんな。黒マグロじゃねえの、さっきの黒マグロ。もう一回戦わせてくれよ、おっちゃん。高く買い取ってくれよ。55円。あちょうど100円になった。あれ1円味付けてくれた。あれ99円のはずじゃない、味付けてくれたの。味じゃねえ、色か。魚に引っ張られてる。ゆうこさん、あ、いらっしゃいませ。ゆうこさんが好きなの。全部魚に持ってかれて1円色つけてくれたんじゃないの。いっそ装備とかどうすんだろう。偏光グラス、浅瀬の魚影が見えるようになります。これつければいいじゃん。滑らず転ばない。よし、やっとやっと主の情報をもらえるな。結構大変だったぞ。あれカジキかな、やっぱり。楽しいじゃん、虫釣り。あ、薬買ってあげねえとな。ナマコに出会いました。いや、出会うも何もさ、殴る。ナマコ殴るとなんか出るんじゃねえの。この距離であの大きさってやばくね。やばい、ナマコなんか出すんじゃねえの。卑猥。うわ、結構な岩場だな、ここな。釣り師、磯場にはいろんな種類の魚がいるはずなのにな、ベラしか釣れないんだ。なんだベラって。石垣台が釣りたいんだけど、ポイントを先に取られちゃったんだ。ポイントがやっぱあるんだな、石垣台。磯沢に重りをつけて脈釣りをしてごらん。針は石台で、餌は伊勢エビや魚類、貝類を使う。難しい、結構奥が深いな。妖怪人間ベラ、ベムベラ、ベロ。迷信だと生食いじめると雨降るぞ。マジでそういうのがあるんだ、妖怪人間。そのおじいさんならこっから東に行ったところの家に住んでるよ。遠いな、結構な。割と歩かせるね。金岬には時々幽霊船が来るっていう噂だよ。お、そういうイベントもあるわけ？この釣り芸には深いね。東、あ、ここかな。俺もキャップいじめると小宝に恵まれて噂聞いたから叩いてんだよ。なわけあるかい。こんにちは、海の主。お主、主を探しているのか。うん、そうだよ。ホラーは NG だから、そのイベントは無視は。なんでだよ。幽霊だからな、一応な。このグラフィックの幽霊なら怖くないでしょ。こんばんは、釣り吉三平ですか。こんばんは、どうも釣り吉です。お主と主かけてたな。男なのに妊娠するのか、アホほどにビビるんやろうな。いや、このグラフィックなら大丈夫でしょ。お主のような子供が主を探すのは無理じゃ。そんなこと言わずに教えてよ。
妹の幸子の病気を治してやりたいんだ。妹の病気を治すために主を探しておるのか。教えてもいいんじゃがな、願いを叶えてもらうには大きな代償が必要なんじゃ。それでも知りたいかね。もちろん。そうか、わかった。じゃがわしは主の居場所までは詳しく知らんのじゃ。砂浜にいるひげのじいさんに聞いてみるといいじゃろう。最近主に会ったことのある人物を知っているはずじゃ。主に会ったことを知っている、主に会った人のことを知っている人を探すの、今から。ありがとう。気をつけ。行ってしまったわよ。まだいるよまだいるよ。気をつけてぐらい言っていいんだよ弟と片手片足持ってかれそう。代償でかすぎひんか、マジで。錬金術でもしたんか。ヒゲのじいさんって誰だよ。ヒゲのおじいちゃん。ヒゲも何もねえもんな、この人な。ツルッツルだもんな。あー、やばい。サザン見つけた。うん、いいけど。あんまり泳がない方がいいからな。この辺は海タナゴがよく釣れるな。お、リベンジの機会が早くもやってきたか。蔑まれるものの話はこちらですか。こちらじゃありません、残念ですが。若魚をリリースしたら宿屋に泊まらないと魚が入れないよ。わざわざそういうことしないといけないの。口黒。ちょっと面白いぞこのゲーム、マジで。いっぱい魚いるやんかこのゲーム落としどころがねえぞ。海う、うだう、まあ、挨拶だけでいいしょ基本海はにっこり笑って。このゲーム長期連載ですか。なんかたまにやる感じでいいかなと思ってるわ。今日は5時までか。今日は5時までやります。スルメイカとかもいるみたいなんだけどさ、多分ね竿とかを変えないとダメだと思う何ジェミーかな。海、そういえば砂浜っつってたな。最新の釣りゲー、あ、いいね。最新の釣りゲーと比べたいね。 VR とかねえの、魚釣り。夜釣りはかどらすわ。こいつか、ヒゲじゃねえから違うな。VR 釣りしてえな。アジサシだ。とりあえずみんなに挨拶しときゃいいよな、仲良しになっときゃ。おじいさん、海の主は知ってるんでしょ。 VR は AV ってイメージ、偏りすぎにも程があるでしょ。 FF15 の魚釣り VR があったりする。何それ、ちょっと楽しそうじゃん。仕方がないの、教えてやってもいいが、白ギスとハスは5匹ずつと交換分かったよ、つってくるよ。気の短い子供じゃの。何、白ギスとハゼ5匹。何やるか分かんなくなったら罪じゃん。まだ釣れんのかのって、どこにも出てこないの。選んだキャラによって主違うの。どっかで何釣るのって復習できないの。あ、白ギスいるって。ハゼ欲しいな、ハゼ。明日ノーレジです。まだ陸地で釣りするボケやってるんですか。いや、操作がね。あ、魚影が全然違うじゃん。
え、違うのかな、やっぱ自信ねえわ。さ、白ギス来いよ。これ白ギスかな、よくわかんねえ。リアルすぎてわかんねえ。リアルすぎて特徴がない。やべえ、こいつもフェインティングかましてくるやつだ。主どんくらいでかいんかな。主早く釣りてえけど、まだそう簡単にはいかないっしょ。画面に収まんのかな。やべ、クソ。うわー、無事。あ、そう、特徴ないというか、特徴知らない、まず。名前、返して。驚いて、魚影となるな。な、面白いってくれ、頼む。じゃないと俺が川内さん、面白えよ。面白えよ。石持ちならいいや。白ギスはどうやって釣んの？トールギスとか千年戦争アイギスとかも釣るよ。混ぜるな。アイギスを混ぜるな。釣れなかった魚の名前教えてくれるから、次見た時分かるよね。まあ多分分かんねえけど、特徴がなさすぎて。ルアー並みにテンションの浮き沈みが激しい。いいじゃん。一喜一憂しねえとな、釣れるか釣れないかで。それ、一時釣った、釣ってません。釣れてません、残念ながら。あ、そこ見える？みんな、魚影見えんのかな？俺ちゃんと見えてんだけど、一応。うっすらと。画質そんなに、あれだよな、変わんねえよな。プレイステーションの画質なら。魚影が見える能力。いや、マグロな、マグロ。クロマグロさっき引っかかったのにね。誰もそんな集中して見てないと思う。見て。命かけてます。妹の命かかってんだよこっちはよ。幸子の命がよ。白ギス覚えとかないとやばくないか。メモしとこう。今日中にこれができると思えない。白ギスとハゼ5匹。何の目的に主釣りに出たの？妹が病気でね。あー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 ああ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 あ。めちゃめちゃ油断してた。来ねえだろうとか思ってたんだけどな、クソ。妹が病気で、で、主に、主、願いを叶えてくれる主がいるらしいから、それを釣り上げようという話。クロマグロとかこんなひ弱なチュウスケに釣れないよ、つって。よし、来た！これさっきの白刺しじゃねえの？何刺しだか知らねえけど。おい、やべえ。妹病気なんだよ。ほら、ちょくちょくピクピクさせるから、やばい、わかんねえ。こいつ強え。油断すんな。いつ引っ張っていいんだ。ここ！あー！いけいけいけ！ここ！いけいけいけ！来い！よし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 ！石持ちの若行。クソが。
白崎くれよ、白崎。若い。キャップの妹にお金あげるの受賞してください。嫌です。あーくそー、いつもつ、一もつの若気。石餅の味噌汁、まあ、石餅って本当の名前な？別名とかじゃなくて、あのおじさんとかそういうなんかの魚、おじさんとかいう別名あるじゃん。魚減ったな、ここら辺な。場所変えるか。シロサギ釣れる言ってたよな。この白ギスって、サザエでもやるよ。石餅のカルパッチョうまいよな。本当に知ってる？スコットランドの羊の内臓詰めでしょ。何の話？おじさん、おっさんか。別名っていうか地域によって名前結構違うかな。そうそう、それそれそれ、そういう感じでなんか違うんじゃねえの。聞いたことないもん、石餅なんて。あと稚魚とかでも名前変わってくんじゃん。あのブリとかそうじゃん。よし来た。あれ、こいつもさっきのあれか、一物か。あ、今回優しいぞ。それハギスだろ。自分で拾えなくてすまんな。キャップも尿路に石持ちじゃん。尿路結石じゃねえ。釣った魚がでっかい群れの姉ちゃんの柵に入ってて取ってるとかそういうのないの？ないです。また若いんだけど。一物はまずいですよ。全然釣れない。いや、俺の知識がしょぼいだけ。いや、一般的でしょ。魚にそんな詳しいやつなんてそんなにいないよ。アジスちゃん2のダメージを与えて助かりました。ふざけんな。なんだよ、そのクソイベントはよ。二度と俺の前に現れるな。二度とだ。あ、でかい、見て、またでかいのいる。こいつ一物じゃねえの。お前は餌にするからな、言うて。あー、行っちゃったか。反対方向に行っちゃってる。あ、来い来い来い。一物、来い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 。ちょ待って、でかい、ヒラメだ、確実にヒラメだ。見てこれ、100発100中でヒラメ。これねえ、でもなんかヒラメ餌を、餌アジとかにしないといけないんだよね確か。餌をアジとかできねえのかな。アジ俺釣ってねえか。100発100中でヒラメなんだけどな、あれ。いや、フグじゃないでしょ、ヒラメでしょ。フグいるのかな、このゲームに。で、あれはエイでしょ、多分エイ。多分違うと思うけど。ちょ、こっち向いてくんねえかな。ヒラメじゃなくてカレー。どっちも一緒やん。怒られるかな、そんなこと言ったら。魚影がでかい。いや、来てくれよ。来た！
やっぱ餌が違うんだと思うんだよね、どうしても。そんで釣れない魚が多い。シロサギはダメだ、全然釣れねえ。何言ってるの？いや、何言ってるのって普通に喋ってるんだけど。ヒラメガチ勢を敵に回しちゃう。いや、船乗って釣りに行きたいんだけどね、救命胴衣がないと乗せてくんないの。釣れろ釣れろ。詐欺じゃなくてギス、白ギスだっけ、白詐欺。キャップの救命なんていいから行くのダメなんだよ。よし、え、なんでだ、早すぎたか。ちょっと集中力下がってきてんな。というわけでねというわけでね、白ギスとハゼ5匹ずつね。オッケーオッケー、お家帰ろうか。家でなんかできんのかな。ただいま、幸子。すまね、お兄ちゃん。お兄ちゃん、あまり無理しないでね。すまね、幸子。というわけでね、セーブとかあんのかな。おやすみ、アイスボーンやるか、あとで。でもいい時間だしな。家族の伝言版何これ、おそうまたどういうこと、どういうことなのおそうまと。あ、ハゼとシロギス書いとくか。 XZY って書こうぜ。シティハンターにそういうのあんの。そういうことか、後で忘れないように。は、ハゼ、来年は就職しますって XYZ はもう後がないっていう意味なの。ハゼとシロギス、シロギス、五匹と。おやすみエチチ。引きっていうのないんだ。ああ、これでいいわ。五尾。おそうま、ハゼとシロギス、ゴビ。いいじゃん、これいいじゃん。すげえわかりやすい。セーブってどうすんだろう。
んでこれ書いたか忘れてそう。セーブの仕方がわかんねえ。スタートボタン、セレクトボタン。セーブは復活の呪文なの。川の虫釣りは地蔵だった。なんかあるのか。外の地蔵なの。あ、これかな。あ、よかったよかった。さすがにオートセーブなんてねえよなこの時代な。なんでお供えしないといけないの。もう一回セーブしてと。ちっまたなんか暇になったらこれやります。お疲れ様でした。面白かった。なんかやったことない感じですげえ良かったわ。魚もリアルだし。それではお疲れ様でした。また次回お会いしましょう。おやすみなさい。またねー。